最近サメのぬいぐるみの購入を考えています。海のスズメです。なんかサメこのくらいの、そんなでかいやつ両手を広げたくらいですね。抱き枕的な。そうですね。あ、いいね、いいね。サメくんのでかい版なのかな。お家にサメグッズが増えまくって。サメ呼んだから来た。あ、サメさん、うん、来たよ。かっこいい。そうだろ。僕はいつだってかっこいいんだ。ハードボイルド。うん。でも帰るよ。あんまり喋ると嫌われちゃうかもしれない。なんで？あ、どうもタックンです。あ、はい、ワーニ君でワーニ君。シュートトレーニングの2個目。2個目の配置はこちら。こちら。じゃじゃん。クッションにこの的玉がくっついてる。張り付いてるね、はい、うん、難しい。これは難しそうだね。はい、行ってみようか。行ってみよう。はい、うん、おお、入ったけどカタコトってなってたよね。カタコトってなってたね。どういうこと、うん、これはタク熱いとか薄いとかあるのかい。ある。え、あるあるよね。ポイントがまた書いてあってですね、はい、強くつかずにゆっくり転がすと、うん、的玉のどこに当たっているのかが分かりやすいと思いますと書いてあるので。なるほど。強めだったでしょうか、うん、します。もうちょっとゆっくり転がして入れてみたらいいのかもしれない。そうそう、これさ、厚く当たっても薄く当たっても外れ方が似たような感じになるんだよね。だからどっちに当たったか分かりづらいから、ちょっと一回スローでついてもゆっくり。あ、ちなみにポイントもう一個あったわ。お、なんだろう。的玉とクッションに同時に当たるようなイメージを持ってつきましょう。おお、同時に当たる。同時ってことはもしかして、もしかしてここだ。そこか。入ったけど今じゃあ同時じゃないとしたらどっちに先に当たってたの。今同時に当たってないの。玉に先当たってた。当たる。ほうほうほう。こんな感じだったよね。そうですね。玉に先当たった。うん。じゃあもうちょっとどっちに増やせばいいか分かるかな。クッションが今のパターンだと左ですね。よし、じゃあそれでやってみよう。どうだい？あんま変わらない気がする。同じだった気がする。同じだった気がする。まだ、玉に先に当たってるんだね。そうだね、玉に先に当たってる。熱いってことだね。失礼します。あ、もうほんのちょっとだけ強めについてもいいかもしれないね。あ、そう。え、そんなことない。おいおいおい、弱すぎるかもしれない。弱すぎるかもしれない。え、なんかやってるぞ。あ、わかんない。うまい、うまい、何しよう。ここだ。ん、いや、え、この辺、この辺。おー、なるほど。今、クッションか。そうだね、クッションに先に当たった。初めてだよね、クッション先に当たったの。はい、そうです。近づいてきてるね。なんか通り過ぎました。おー、でその間だよね。はい、大丈夫、絞られてたわ、早く言うんだ。あそこだ。はい、逃げ。怖いな。お、どう、どう。え、なんか、なんか言えよ。いや、なるために、そいつ立ってんじゃん。どうした。どうだったんだよ。今ちょっと厚めだった。厚かったの。うん、なんか、その自信の感じが見えるんだよ。卵持ってなかった。これ。え、自信ないんだよ。自信ないけど。見てみようか、わかんない。マトダマが丸い。丸いですけど。全然違う、丸四角いみたいな。これを、うん、このクッションと、ほうほうほう、外側の針を、真ん中に引いて、ほうほうほう、この角にまっすぐ、うん、上がれば、うん、この手玉の、うん、手玉が四角になった時の、ここが、四角いんだ。このラインが、立ってなるのかな。間違ってはないよ。合ってるけど、すごい難しいね、それ。合ってんだっけ。ややこしい考え方。合ってはいると思うよ。
そう、だからピタッとなるそこを狙うっていう話でしょ、うんうんうん、イメージボールの話を今しようかなと思ったけど、狙い方が面白いから、うん、今の狙い方合ってるな。狙ってる場所も合ってるはず。考え方は間違ってはいないけど、間違ってない、多分イメージしづらいんだよね、その直角を。ここだ、丸、はい、丸をさ、丸のその外側をこう四角で囲った感じで隣を考えてるわけでしょ、多分。クッション際だからです。みんな四角で考えちゃってたでしょ。はい、でも普通にこうあると四角で考えたら。どうした？どうした？混乱してるだろう。違う違う、四角で狙うっていうのも、あの、まあ、あの浮いてる球を四角で狙うっていうのもないこともないので、断面で狙うっていうか、爪を切って狙うみたいな感じで、このちょっとみんなの意見をちょっと聞いてみたいよね。コメント待ってます。コメントお願いします。この動画が良かった。終わってない。終わってない。で、僕がなんかまだ C とかの頃に上手い人に聞いたのは、クッションがあるからっていうのを意識せずに、この球が普通に浮いてる球だと思って、一緒にくっついてないと思って、くっついてないと思って狙う。正しい厚みを考えて狙うっていうのがいいと聞きましたけども。僕なんかはね、なんか隣にボールイメージすればいいだけだから簡単じゃんっていう感じなんだけど、浮いてる球よりも逆にね、ここに手玉が来るように作るってことだよね。そう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 、そのイメージで熱いね。でもあのクッションにくっついてるのって難しいからね。こういうのもあの入れた経験値が増えていけば簡単に入るようになってくるから、だからイメージボールね。おお、今のは比較的、比較的なの？かなり良かったね。よく見ててよくわかんない。ちゃんと入ってるように見える。入ってると思う。もういいじゃん、いいじゃん。なしでいく、なし。なしでいく。なしでいく、なしでいく。ここにボールがあると思って。うん、ボールがあると思う。おお、入るじゃん、入るじゃん。よくなったな、うん、やっぱりイメージボールを置くといいよ。そしたらそう、あの一回入ればどんどん入るようになるから、うん、繰り返しやるのも大事だよね。おお、すごい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 。できたできた。今のもね、厚く入ったか薄く入ったかね、意識しながらやれば、うん、厚みを覚えていきますので、今片っぽしかやってないけど、反転させて、うん、反対バージョンね。そうそう、やると、一緒にくっついてる球も入るようになります。はい、この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。チッ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 チ